リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。イエーイ。今日はリントのお宝やっていこうかなと思います。ということで、久しぶりの新しい商品ですね。はい、今回紹介するのはこちら。デラックスグランドジオライドウォッチということで。いや、いよいよ来ましたね。はい、ちょっと、じゃあリンちゃん、この辺にいましょうね。はい、この辺にいましょうね。はい、届きました。外箱から見ていきましょう。岩へ、王の誕生王ということでね。はい、大魔ジオにならなかった未来ですね。の時の変身に使うというものになります。なので、大魔ジオではない世界を選んだ、宗悟くんのね、最終形態というところですね。仮面ライダーグランドジオにグランドタイムということで。はい、こんな感じ。外箱がすごいんですよ、ここも。クーがいて、アギトがどこだったのかな？クーが、アギト、リュウキ、ファイス。ブレード、響きみたいな感じでいっぱいいるんですね。はい。すごいいっぱいいろんなライドウォッチの顔の部分がね、映っている状態になってます。はい。でも開けてはあるのでね、早速ご紹介していきましょうということで、すげえな。金ピカ。めちゃめちゃ金ピカですね。こんな感じ。もう反射してるもんね、すごいね、ほら。わあ、すーごい。はい、ということで、早速見ていきましょう。外側はこんな感じ。金色の成型色が、こことここが一緒と、こことここが一緒で、で、ここはまたプラのですね。これはラメ入った金色で、こっちはちょっとオレンジがかった感じの金色。で、ここは、とここは同じ感じだね。で、ここのメッキはまた別で、ベッキで、またここも別の成型。これ成型色かな？塗装かな？塗装かも。に、シールですね。で、点面はこんな感じ。ここボタンにはなってるけど、これはダミーで押せるやつじゃなくて、ボタンはここにあります。で、ここがはめた時の、認識ピンですね。で、認識ピンがあって、スピーカー。では、早速、音を鳴らしていきましょう。いやー、すごい。この開けただけでもね、いろいろ見れるところがあって、クーガ、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレイド、響き、カブト、電王、キバ、ディケイド、こっちか。ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、ガイムがちょっと見にくいね。ガイム、で、ドライブ、ゴースト、エグゼイト、ビルド、ジオーって感じですね。じゃあ次。あ、そうか。ちょっと時間経ったから、1音目に戻ってますね。では、2音目。長いんだよね、この時点でね。で、次。この次からは、相互の、セリフかな。俺は、最高最善の魔王になれ。これはゲイツくんとのところのシーンになるのかな。覚悟を決めた時っぽい感じの言い方だね。行くよ、ゲイツ、ウォズ。いいね。行くよ、ゲイツ、ウォズっていうのいいね。なんか、行ける気がする。変身。そして、1音目。なんか、いける気がする。そして、変身って感じだね。で、これ長押しすると長押しで、ショート版が流すことができて。行くぞ！変身！これだと、まだ劇中でショート版の変身音って流れてないんだけれども、ショート版の変身音になります。劇中はまだ普通に変身した状態しか流れてないからね。で、もう一回押すと。俺は絶対に負けない！変身！これだと、ショート版じゃなくって、フルの状態で流れるっていう状態ですね。じゃあ早速、ベルトにはめてやっていきましょう。はい、では早速、やっていきましょう。変身。
はい、変身音こんな感じですね。かっこいい変身音が待機音もかっこいいし、その各ライダーの変身音がね、うーんとかで、ちゃんとさ鳴るのよ。この辺とかね、ターンアップとか、それがすごいね。キーンとかも鳴ってるし、チェンジビートールとか全部鳴ってるのがすっごいかっこいい。しかもその後の歌もね、ライダーの名前言ってるだけなのにかっこいいんだよ。これはやばい。やばい。もう一回鳴らそうか。ただ変身音めっちゃ長い。これね、こうやったら途切れるから、もう一回つけて。いくぜ。かっこよすぎる。ここ、クーガ、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレード、ヒビキ、カブト、ベンオウ、キバ、ディケイド、ジョーカー、オウズ、オウゼ、ウィザード、そしてガイン、ドライブ、ゴースト、エグゼイド、ビルド。この後がかっこいいんだ。この後が私は好き。このダブルオーズフォーゼウィザードガイムドライブのところがかっこいい。ビルドこれ、歌いたくなるよね。この、クーガー、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレイド、ヒビキ、カブト、デンオウ、キバディゲイト、ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、ゲーム、ドライブ、ゴースト、エグゼイド、ビルドって歌いたくなるよね。これめっちゃ歌いたくなるの。で、その後のね、いわへ、グランド、ジオーっていうのが、ちょっともう一回聞こうか。このまま回せばなる。かっこよすぎ。めっちゃいい。じゃあ、ショート版にしましょう。では、長押し。行くぞ！変身！これで刺します。はい、これが短縮版ですね。ちょっと重さでもうグラングランしちゃう、これ。じゃあ、最後は必殺技いきましょう。20で専用の、必殺音声がこっちから流れて、そしていつも通りっていう感じですね。いやー、やばいね。で、この間、電王編が終わって、最後、その敵に対してね、アナザー電王に対して使ったけど、チートじゃないって、
思ったんだよね。で最初に召喚したのが一番最初に召喚したのはビルドか。でしかもその各時代の必殺技の途中から呼び出すっぽくって、その昔のねライダーとリンクしてるんだと思って、でビルドがあの最初の多分あれ最初の必殺技の時だね。でクーガも呼び出して、でその後呼び出したのがオーズか。オーズ呼び出して、あでクーガ呼び出す前にタイタンのソード使って、でそう剣も使えちゃうんだよね、歴代の剣とか武器とかもね。で呼び出して、でオーズ呼び出して避けられそうになったから時間戻して止めてか。でその状態は戻してるのか、時間戻してフルフルマッチデイズでビルドのね武器使ってとどめさせてオーズでとかやってるでしょ。でしかも最後グランドタイムでペガサス、ゴーラムに乗ったペガサスとジーニアスとスイカアームズとガタキリバか、スイカアームズとガタキリバがいて、強すぎんっていうあでもそのなんだろう、デザインいろいろ言われてて、このライダーズクレストにしろよとかねいろいろ言われてたんだけど、私はねここまでぶっ飛んでた方がかっこいいと思う。なんかね正直な話、今更これかっこいい見た目にされてももう顔にライダーって書いてるから、困惑する、私は、うん、困惑しちゃう。もうだってこれでいいじゃんって感じ。それこそね仏壇って呼ばれてるけどね、それこそディケイドもねイエーフォームとか言われてたけど、もう今見たらいやぶっ飛んでるけど、これぐらいぶっ飛んでるのがやっぱ平成ライダーでしょって感じがしますね。はい、これからの活躍もちょっと楽しみ。もう物語も佳境に入ってきてるので何度も言えないんですけど、物語がどういう形で終末を迎えるのかで主演していくのかっていうところ、あと映画の部分ですねというところも見ていきたいと思います。映画もね多分2、3回は見に行くと思うね。なので前売り券も買って、電王のねクライマックスフォームがつくのでそのために買おうかなと思います。はい、ということで今日はこちらデラックスグランドジオライドウォッチのご紹介でした。ということでバイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いします。ということで以上リントでした。バイバーイ。